横須賀補給センターが管理する鶴見貯油施設の一部国土交通省横須賀補給センターはアメリカ海軍の平坦機関施設である米海軍補給センターの一つ当センターは米海軍にとって西太平洋最大の補給機関施設である英文の正式名称は US フリートインダストリアルサプライセンター横須賀であるが略称としてはフィスク横須賀 または、フィシーが用いられる。フィスックの日本語名称には、定約があるとは言えず、横須賀艦隊産業補給センター、横須賀海軍補給センターなど様々なわけがあるが、当の米海軍では、横須賀補給センターを用いている。米海軍の機関として、日本にある、米海軍の貯油施設などを管理し、米軍に補給活動を行う。海軍に所属する機関ではあるが、 補給する対象は海軍のみにとどまらず、在日米軍すべての需要に対応するとされている。フィシーは沖縄県以外の日本列島各地にある、米海軍の6つの貯有施設を及びドックなどを管理、運用している。横須賀補給センター、佐世保文献隊、または佐世保支所は、米海軍佐世保地区に事務所を置く。佐世保艦隊基地隊から人員、 施設など様々な支援を受けながら、以下の3つの貯誘施設を管理、運用している。例えば、最新軍事用語集営は、和英大役では、海軍補給センターと訳されている。例えば、米海軍による記事、フィスク・インペロイス・パーティシペイト・イン・クリハマ・ペリー・フェスティバルを参照。ありがとうございます。